岩手競馬がもっと楽しく好きになる馬の輪、横断幕を作って応援しよう。さあ始まりました馬の輪なんですが、いつもとスタイルが違いませんか？違いますね、うん、始まりましたっても言わないですし、立ってもないですし。競馬上級者になると応援の仕方も変わってくるんですよ。なので今日はそれぞれの推し騎手の横断幕を作りましょう。お、実際に作るんですね。楽しみです。早速作りましょう。さあ準備が整ったわけなんですが、横断幕を作る時のルールというか決まりはあるんですか？もちろんございます。こちらですね、盛岡競馬場では縦1メートル横3メートル以内、今回は盛岡競馬場用に作りましょう。さらに注意事項としては、角に穴を開けてください。あと光る素材、反射する素材、あと紙は使用不可でございます。中島君は去年デビューした女性騎手の関本玲香さんの横断幕を作ろうと思います。いいね。これからどんどん活躍してほしいので。私は趣味のダーツっていうのも結構出来があったりするのでね、大坪誠騎手を今回横断幕作ろうと思います。ちなみに私は、はい、木村聡騎手、僕と同い年なんですよ。どんなデザインか決まってるんですか？まあ、黄色と黒なんで勝負服が、まあ、黄色地に黒い文字で書こうかな。塩まんま字ノートに一回書かないと分かんなくなっちゃう。だいぶ俺古いなんか横断幕になりそうだな。絶対入る。可愛らしい印象にしたいなと思っております。猫が好きだということなので、猫のイラストも入れられたらなと思っております。勝負服が赤と青なので、そう、赤と青で名前を書きつつ頑張ります。難しい。できた。いました。それでは完成したこの横断幕を持って盛岡競馬場に行きましょう。いや、実際に自分たちで作った横断幕、はい、どこにあるんですかね。ちょっと探してみますね、はい、でもあそこありますよね。目の前にはないですね。全然え、どこだろう。どこだろう。あれじゃない。ありました、ありました、ありました。結構パドックから外れないと見えないですけど、ちょっとこの角度じゃないと見えないんですけど。実際に飾られてるのを見ると嬉しいですよね。ジョッキーが見ているんじゃないかって思うと興奮しますよね。嬉しいです。嬉しい。作ってよかったですね。うん、来週も馬の輪見てね。